本日のおもてなし福岡は行列のできるうどん店万田うどんです。名店が多数加盟する津田屋流豊前裏打ち会に所属するお店で、オープン間もない時間だったんですが、すでに行列ができていました。他店ではなかなか見かけない珍しいメニューがたくさんあります。ここは一番人気を選択してみたいと思います。お酒と合う料理というのも掲示されています。ポテサラにいぶりがっこ、エビレアというのも美味しそうですね。ここはいわゆる飲めるうどん店のようです。店内はかなりおしゃれな作りになっていて、カフェみたいな感じです。女性のお客さんも結構いらっしゃってる感じでした。鰹節とおつゆから上品な香りがしてきます。サクサクとした食感にトウモロコシの甘みが中から染み出て、噛むほどに美味しい天ぷらでした。ツヤツヤしていてツルツルの喉越しの麺はさすが豊前裏打ち会といった感じで、あの大地のうどんさんを思わせるような透明感もあり、噛むと歯ごたえと同時にうどん本来の美味しさを感じられる一品でした。豊前裏打ち会とは、麺にこだわり修行を受けて許可をもらわないと名乗れないと言われている北九州市小倉南区にある津田屋官兵衛さんが率いるうどんの名店のグループです。それぞれのお店の個性は出されているものの、グループの原点と言われている麺へのこだわりはとてつもなく、もちもちとしこしこと透明感のある独特の食感を生み出し、ややもちもち感を落とし、喉越しのつるっとした感じを強調されているそうです。